何か当たりましたよ。来ましたよ。スーパー入れ食い瓶。本日1匹目。美味しい魚がかかってるんじゃないかと。あー、こっち来た、こっち来た。こっち来たー。やったー。ありがとうございます。やーい。はい、これね、最近のお気に入り、これ、浮きたぬきなんですよね。浮きたぬきのフリーリグにすることによって、山たぬきでもいいんだと思うんですけど、まあ、浮きたぬきのちょっと浮いた状態をキープできるってのがいいみたいで、こっち狙いでね、浮きたぬきの方使ったら、こういう感じでよく釣れております。じゃあ引き続き頑張ります。美味しい魚、イエイ。はい、また浮きたぬき。こんだけ当たりが出たらね、ほんと遊べちゃう。ね、これは小さいサイズだけど、まあ小さいサイズがしっかり食うってことは、基本性能がバッチリっていうことですからね。さあ、マーゴン狙って引き続き、浮きたぬき。これね、山たぬきじゃなくて浮きたぬきの方、やっていきまーす。はい。やっと食った。じゃあ何やつか。ワンバイブ。山田さんのアドバイス通り、ワンバイブだったらあじゃねえかに従って。ああ、夏の元気っ子。夏の元気っ子。ありがとうございます。これは本物っぽい。いや、久しぶりにかけるとナイスファイト。太陽に向かって吠えろ。イエーイイエーイエーイ。3目目、うわやべ、裏に回るんじゃない。イエーイ、ヨッホー、でかい。はーい、今日ラストかな。最後の最後にでっかいキビレ。またまた浮きたぬき。タックルボックス2個ね、紛れ込ましとくと、こういう立派なクロダイからこっちからね、根魚いれば根魚も釣れるんじゃないかな。こんな感じでいろいろ釣れまーす。来たの、キビレ。じゃあこいつは逃がしてあげます。イエーイ、ありがとうさん。